皆様ご機嫌いかがでしょうか。本日もこの時間やってまいりました。ジャパンアクターズ TV がお届けする経済圏チャンネル、この時間は飛び圏の雑学千夜一夜でございます。ご案内役は私、後藤理沙です。よろしくお願いいたします。私、国際魅力学会のマダム美智子です。この番組に、出るたびにですね、自分はどのようにこの年になっても生きるべきかという考えを持ちます。そういうわけで先生、今日もまたよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。前回理沙さんからですね、やはり心のありようっていうね、ことに関してお話があったんですが、今回ももうちょっとその辺を深掘りしてみようかなと思うんですけどね、やはりそのあくまでも一人一人がどういうふうに自立するかっていうことが一番重要だろうと思うんですよね。でその自立するっていうことは自分がしっかりねすることによって周りにもねその影響を与える、人に迷惑はかけない、そういうことだろうと思うんですが、そのためにはどうしたらいいのか、やっぱり一つはね、私はその学校教育ではなく家庭教育だろうと思うんですよ。家庭の中でね、私の事例で言いますとね、自分の父親が食事の時になるとね、必ずその小さなご飯と味噌汁とね、それを持ってその神棚にあれをして、必ずそのお祈りをしてから、で父親が中心となってそこへ座って食事をするということの中からね、やはり自分の祖先であるとかね、そういうことについて考えさせられるわけですね。で、昔一宿一飯の儀っていうのをねお話したと思いますけれども、これはそこの家に泊めていただいて、そのご飯をね、いただいたということは、もともとそこの祖霊に世話になったということだって、現在いる人たちだけではなく、その歴史を通して全部に世話になったというふうなね、感じを持つわけですね。そういうふうな気持ちをその持ってばね、もうちょっとその違った今の日本人になるんじゃないかなというふうに思うんですよね。しかしその人に親切にするとか、人の心を思いやるっていうこともなかなかさじ加減が受け取るかが難しくてね、余計なおせっかいね、なんか私のところに心の中にずかずかと入り込んでくるとか、まあそういうのもあるし、子供に対する無関心、全く目を向けない親もいれば、その辺が本当に難しいんで、なかなか結論めいたことは言えないですけど、でもやっぱり親の在り方っていうのは、親はどこからっていうの、先祖から来たんですけど、やっぱりその、高学歴であるとかなんとかっていうより、学校の先生であるとか警察官の方であるとか、やはり人のそういうことを広く見る人たちが、もう一つ大人になっていただきたい。そういくと政治家ですよね。政治家の方たちのありようが世界に伍して大人感覚を持ってもらいたいな。そうじゃなかったら、もし日本がダメになった場合は、国と国で助けてもらうってことだってあるわけじゃないですか。日本だってすぐね、なんとか費用を送るとか、自衛隊を送るとかやりますでしょ。いや、それを今ね、マダムやってることすごく重要でね、その今の日本に足りないものは何かっつったらば、日本が世界にどういうふうな、この協力をするのかということを日本は何も言明してないですよね。お金を出すとかね、若干のことはやるにしてもですね、一番その日本が助けてもらうためには、まずその日本が世界のためにね、どれだけ助けるかっていうことをやらなきゃいけないわけじゃないですか。そうですよね。人の関係もそうですよね。してほしいしてほしいじゃなくて、やっぱり言葉はですけど、理解じゃないですけど、してあげて、ギブアンドテイクと、それでできるだけギブの精神を持っているってことね。そうです。それを身につけるために何が重要かっていうと、実は生きてること自体がものすごく皆さんのお世話になってるんだと。ですから自然環境から含めてね、いろんな人、例えば我々が歩いてる道路、自分たちの世代が作ったわけではない、前の世代が作ってるし、ガスも水道も電車も飛行機もみんなそうでしょ。そういう意味合いで自分が生きてるっていうことは、本当にこの国土に生まれた人たちみんなのね、力、そういうものにお世話になって自分たちで生きてるんだよっていう、そういう感謝の心があればね、逆に言うと
いろんな人に対して自分も感謝をする、うん、そして自分から能動的にありがとうと言えるようになると思うんですね、うん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 、ですから自分だけで生きてるんじゃないんだよっていう ね、はい、ね、歴史総体で築き上げた、うん、その日本という国の中において我々は生きてるんだという、うん、そういう感覚を持たなきゃいけないですよね、うんうん、だからなんか逆に言えば日本の中でいろんなことが起こるけど世界情勢の変化の中ではほっと一息ついちゃったみたいな感じがして、うん、なんか大丈夫だみたいな感じがちょっと漂っているところに地震のようなものが来るとまさしく心も何もかも思想も何もかも揺れに揺れてっていう気がねするんですよ。だから神のそういう言い方はいけないんでしょうけどどのように対処するのか見られてるような、ね、試されてるっていうねかなみたいな。まあだからね、いろんな言い方がありますけど人間というのは常に試練を与えられてるわけじゃないですか。そうです、ね、その常に試練というものを意識しなきゃいけないわけですよね。ただもうちょっと話をもう一度、ね、戻しますけれども、うん、やはり自分が生きてるということ自体が、うん、多くの人のお世話になってるんだっていう意識、うんうん、はい、これがね今の若い人を見てるとね、まあ、若い人だけじゃないかもしれません、うん、ね、もう政治家まで含めて、うん、自分だけで生きてるんだっていうような感覚が非常に強いと思うんですよ。でこれをねそうじゃなくて自分の存在っていうのは社会全体とともにあるんだっていう意識をね、どういうふうに強くその持たせるかってことが今一番重要じゃないかと思うんですね。私それ本当そう思いますね。そう思いますよね。共存するっていうことの本当の意味っていうか、だからなんかその孤独感を感じる人も多いっていうのもすごく不思議でね、不思議でねっていうか生活レベルはもう私たちがね悲惨な思いをした時から比べれば雲泥の差ぐらいものは溢れてねあるのに、それなのに寂しく思う人たちが非常に多い。それはだから感謝の心がないからですよね。で要するにもう社会とつながって人間っていうのは生きてるんだっていうことになればね、その寂しいなんていうことだってね、その逆に言ってられないしなくなると思うんですよ。例えばね、その自然そのものでも太陽がね毎日のように朝出てくるけれども、これだって本当にねなくなってしまったら人類終わっちゃうわけだからね、毎日のように朝出てきて沈んでいく、これがあること自体が我々の生存を保障してくれてるわけじゃないですか。そういう当たり前のことにありがたいと思うかどうかなんですよ。でも要するに国っていう大きな社会の小さな社会が人間自分一人の周りの社会が小さな社会と同じことですもんね、つながりとしては。だからなんか子どもたちの教育っていうところでいうと、まず本当にご近所付き合い、どんなに物が溢れていても、例えばお菓子いただいたからじゃあお隣さんとちょっと分け合いましょうか、あなたこれ持ってってお友達と分けて食べなさいとか、そういう小さいこともやってないわけじゃないとは思うんですけれども、もっとそういうことがこう分かち合えることっていうのが当たり前のようにこう親が子供に背中として見せていくっていうこともすごい。だけどほらお隣さんって感覚もそうないでしょ。何階の方ですよ何丸室の方とかってなっちゃってるからなかなかね難しい。ですから結局日本が戦後工業化する中でね、結局地方の人をどんどん都市部に集めて、はいはい、でそこの中でね、地方もだんだんだん人がいなくなるからコミュニティが壊れちゃう、ね、そしてこの集まった東京でも今言われたようにもう無用性というかね、隣の 人は何する人とのようにそこにコミュニティが壊れちゃうわけですよね。本来は日本という一つのコミュニティであって、ね、なおかつ小さいコミュニティがたくさんこうあるんだけど、それが全部壊れちゃってるところに今問題があるわけですね。ですからもう本当にね、まあ、何気なくもらったものに対してほんのわずかでも回収するとね、いう、で特に武士階級なんていうのはね、それこそその友遠方より来たるで来たらね、貧しい中からね自分の刀やね着物まで質に入れてもちゃんと接待をするというね、そういうその人間関係っていうのが濃密にあったわけじゃないですか。それが今どんどん希薄になってるわけですよね。ですから一人が勝手なことをすると同時に自分自身は寂しくなっちゃうわけですよ、ね、どんどんねそういうふうな状況が今の日本だろうと思うんですね。だからやっぱり建物も影響するし、いろんなそのね
自然の影響に勝てない部分もあるし、国際魅力学会って何やるのって聞かれますけど、人間はどう生きるべきか、ただただ綺麗によそって言うんじゃなくて、そういう美しさを保つ、現実するものは人間はどうあればっていうのを研究してるんですけど、なんか答えが出ないままにバイバイって言いそうな気がする、まあ、だから後に譲っていく。一言で言うと、昔からよく言われる真善美ですよね。この3つが三位一体として調和するということが人間にとってものすごく重要なことなんですね。だから美しい、ね、いいことがある、それから真実をね行う、認識するというね、その真善美こそがやはり重要なんですけど、今はちょっとそれがバラバラになっちゃってます ね、まあ、ここ3回にわたっては死生観とか心の在り方とか結構なんでしょうね、もうことチーンって気持ちがなってしまう。でもすごく大事なことだから絶対考え改めてほしい、見直してほしいことではあるんですが、まあ、一つこんなお話の中でも私は最近いいなって思うのは、バスとか降りるときに子どもたちがありがとうございましたって運転手さんに言うんですよね。でそれを大人たちがちょっとずつ取り入れていく、あれはどこから発祥したのかわからないんですけれども、あれが、バスに乗るときはとっても気持ちいい。まだ私はありがとうございますって言えないんですけれども、言いなさい、はい、心の中でから始めてるんですが、でもそんなことから始めてもいいかなと思います。また、次回どんなお話が飛び出すか、ぜひチャンネルを合わせてご覧になってください。今回はこのあたりで失礼いたします。ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。